レッドフォレスト、マザーズ・デュエリンクにて、ヒルビリーでやっていきまーす。はてさて、ヒルビリー久しぶりっすね。いやー、まあクリスマスなんで、クリスマスクラウン、サンタクラウンにしようかと思ったんですけど、知り合いがその動画毎年上げてるらしいので、ちょっと今日はね、コンセプトなんですけど、裏道を2つ積んでて、とりあえず地下に行ってほしいね。割れたコインというね、オファリングを、発動させてて、このマップにある箱、ぶつかりました、箱は、1個だけ、地下にある1個だけになってるはずなんですよね。なんで、縄張り意識が発動したら、このなんだ、チェーンソーを2秒間発動したら探知不可になって、かつ脅威範囲以外にチェーンソーが聞こえなくなるやつで、一気に地下に急行したいなと。ほい。んで、近いかないな。うん。じゃあ、追うか。お、マジ？待って。なんか、縄張り意識おかしいかな。これ、絶対反応しないのおかしいよね、縄張り意識。あ、マジか。よーし、レガシー鍵漏れる。オッケー。よーし。よーし。サイレントヒルミッドウィッチ小学校にてサンタクラウンで箱を開けたやつにワンパン瓶ぶつけていこうと思います。というわけで、溜め込み屋のパークをつけてきててワンパン瓶です。で、ワンパン瓶なんやけど、ワンパン瓶の時って瓶の本数増やすのが定石かなっていう感じになってるけど、今回は疲労瓶にしてきました。なので、ワンパン決めれそうにない時も疲労瓶で普通に追うと。まあ言うて瓶4本あるからね、そんなにワンパン瓶には瓶増やし必須でもないとは思うねん。そう、これ痛んところでさ、結構辛くない？普通に割るか。おい、あります。んで、向こうにも板があって、あ、これ直接当たった。あ、今の1個前の投球は直接当たったんかな。だから無防備になって、おって思って旋回とっさにしたような気もするし、多分そうやろうな。よしよし、ワンパンで、ちょうどいい感じ。で、他のパークは、ヒルビリーで、まあ、ぶっ壊れた、天秤をつけてきてて、んで、やっぱり発電機ね、早すぎて、蹴る時間ももったいないので、ちょっとサージをつけてきてるんですよね。なんで、小学校だと結構サージ決まってくれると思うんやけどな。まあ、今んとこ決まってないけどね。んで、なんだ、新音消しパークの中では影が薄くなっている、ダークディボーションですね。ちょっとガラクタいじりとかが強すぎるしね。なんで、闇の信仰心だいぶ影薄くなってるけど、ちょっと使っていきたいな。ああ、戻るか。あ、これ実際石ぶつかませストライク。あ、ではなかったわ。そうか、今の DS あるから、捕ませるためにビョンビョン超えてたんかな、思った。最近やってくる人ちょいちょいおるからね。しゃ、でもなんか知らんけど早速に釣りができたのはでかいな。でも天秤も生かして、うわ、治るな、早い。結構早いペースで釣ってるんやけど、やっぱ一冊一個治っていくよな。厳しい。まあ、天秤発動させよう。でも足跡、これ90いってるかな。あー、いってそうやけど、あ、この子で足跡は途切れている。まあいいか、天秤発動させよう。ここやってない、こっち行って、あ、天秤こっち側から回るか。やってる。まあこういうのな、こういうのよね。あ、面白かった。結構遠くからさ、発見されて、
すごい距離離れた状態からチェイスが始まるからミッド位置結構きつかったですよね。すごい、よし、こういうことなのよ。よっ、これで拾うでしょ。疲労便でもちゃんと強いというような構成ですね。いつでもねワンパン狙えるわけじゃないからね、やっぱり、うん、だからこの組み合わせも全然悪くないと思うんだけど、ね、疲労便単純に強いし、よし待っといて。でも治るな。やばい、一冊、マジで一冊一個治っていく。じゃああとに釣りで終わる。やばい。フェミンやらないと、見つけたいな。わ、結構やってやば。発電機早すぎ。まあちょっと破滅も堕落も何もつけてない俺が悪いっちゃ悪いんやけど、やっぱ厳しいな、早いわ。天秤来てくれ。あ、これは戻るか。おーおーおお、天秤で向こう回ったからこっち一人来てくれ。やっ、てみ、あ、いえいえ。これはでかい。おみやろ、やります。はい。これで一人減らせれば、あ、まだまだ勝機はある。ああ、いい感じ。助かったわ。ミンが天秤で、しかもこっちに走ってきてくれた。逆側からぐるっと回っていってよかった。今のはね、先回りする形に、できる形になって、で、ここの発電機が直っていく。やばい。まあでもここはねまだ治ってもマシな方やったんですよ。あの発電機ある程度固まってるから今。うん、はい、かかる。あー、一発切りたいな。今のあれやな、ワンパンビンいけたな。一発切りたいという気持ちが先行してしまった。よし、これ行こう。闇の信仰師も死んでるな、この人か。全然お伏せに会えなかった。初対面のリサがあるんで。よしよしよし。あ、おおお、クリスマスもいる。オッケー、こっちは出て。オッケー。おっ、で、最終部、焼けクソストライク修理か、今の。よっしゃ。でも、サージとスキチェミス入ったし。あー、ゼロかな。あ、てか今の闇の信仰心にいきなり信用消えたから戸惑っただけかもしれんな、ドワイト。あれ、どっか行った。穴から落ちでもしたかなみたいな。じゃあ真後ろにいたって。闇の信仰心今初めて発動したからね。ドワイト的には何が起こったかわからんかっただけかもしれんけど、まあ、ちょっと待ちますわ。一応ディサイシブやけくそストライク、ディサイシブやけくそストライク修理の可能性もあるので、とりあえず、せっかくワンツリーワンダウンの状況やから、あの、リサイシブストライクのタイマーが切れるぐらいまではキャンプします。でも、ちょっとしたら釣るわ。もうええか？ほい。うん。で、救助。来ない。来ない。ほい。来て、来てないか。来てないな。そうか。ま、そっち。なるほど。ホワイトがいて、救った方の人は？救助行ってるわけじゃないか。どこ行った？わかんない。まあいいや、ドワイトを。この状況じゃ発電機回せないよね。そこ板あるな。あ、倒さない。はい。で、こっち行って。はいはいはい。いや、怖いやな。結局、結構距離離された状態でまっすぐ逃げられるだけで、そこそこ稼がれるっていう。で、最強板やろ。こういう逃げ方されんのが一番、ミッド位置つらいな。教室の中入って、ちっちゃい板でちょこちょこやってくれる方がまだいい。あるか。あ、よっしゃ、ミッドビッチ、ミッドビッチ最弱教室や、勝った。よし、
にゃけど、これ2人で我慢されてたら結構やばいのよな。うん、戻るわ。釣るのもちょっとしんどい。で、実際芝ありそうな感じもあるしね。やっぱ回せるよな。あ、でも1人かな。疲労瓶が強いので、これで、そう。これやな。あの、ワンパン瓶やから、ワンパン瓶やからさ、その、回復せずに行動するサバイバーに対して、今度は疲労瓶でデッドハード封じが生きていくっていうのが、非常にいいような気がするので、この組み合わせ、とてもいいかもしれん。うん、回復すればワンパン食らわすし、回復しなければ、疲労瓶が効いていくという、二段構えの構成。まあ、ボトル4つあればなんとかなるもんね。ちょっと今日、初めて使ってみたけど、これはいいわ。強いアドオンと強いアドオンは組み合わせても強い。ということが分かった。ちょっと早いかな。いや、大丈夫やんな。うん、よっ。なんじゃ、あと一人。溜め込みや。溜め込みやバグってないはずやねんけど、全然、コンセプト壊れたな。そういえば。ここに箱増えてるはずなんやけどね。全く刺されへんな。これどう？ここの状況さ、クラウンで、ミッドビッチの小学校結構、あのゲートとゲートそんなに遠くないし。ゲート開けるのしんどいやろうから、ワンチャン箱5個もあるからさ、どっか漁って、ワンチャン鍵&ハッチを狙う生存者を、に溜め込み屋が最後に刺さっていくという美しい幕切れ。普通に開けてるー。普通に開けてはるー。箱漁れよー。5個もあんねんで、なんで漁らない。よし。ありがとうございました。いやーもう、クリスマスプレゼント誰も開けてくれへんな。こっちにしろ、さっきにしろ。コンセプト読まれてるかもしれんな。クリスマスやからっていう、メタ読みで。メタ読み？うん、ね。はい。というわけで、ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。